時は江戸。侍が確かに存在していた頃。変遷し、喪失し、そしてまた決して変わらずあるもの。今、時勢に揺さぶられるこの町天原に流れ着いた侍が一人。ダメだったわけよ。わっわっ笑っちまうな。違いねえ。おう待ちな。見かけねえ面だな。浪人風情が天原になんのようだ。え？ここはお俺たち青戸組が仕切ってんだ。何しに来た？返答次第じゃ容赦はしねえぜ。お来の邪魔や。そこだけ。なんだとてめえ。貧乏浪人が偉そうに。俺たちがお前に口の利き方ってもんを教えてやるぜ。だけは、勘弁してくれ。この通り。俺たちは、これでも天原じゃ顔が利くんだ。見逃してくれりゃ、あんたにもいい目を見させてやるからよ。な、いいだろ？兄貴、許してくれ。ちょいた刀を、そう簡単に再戻せると思うが。いいねあんた、とてもいい。助かった。お嬢さん、早いとこあいつを片付けてか。お前殺すよ。その名で私を呼ぶなって言ってるだろ。死なないと分かんないんだったら。いやすまない、京次郎さん。俺が悪かった。だから助けてくれ。さてどうしようかね。やめた。兄さん、あんた強いね。私はね、強いやつが大好きなのさ。なんたって強いやつとやり合って、そいつをぶった切るのはたまらない快感だからね。あんたもそうなんじゃないのかい。だったらそんな半端者よりもっと骨のある相手を切ってみたいだろう。それはお主のことだな。どうだろうね、試してみるかい。いいねこの感じ。あんた鳥肌が立ちまうようないい目をしている。ますます気に入ったよ。あんたにいいことを教えてあげよう。天原で一番血の匂いが濃い場所は、青戸組さ。そこの用心棒になれば、切る相手には不自由しないよ。この私が保証してあげよう。私は影沼京次郎。もし興味があったら、青戸組の屋敷まで来ておくれ。
もっとも、あんたは味方にするより敵に回した方が面白そうだけどね。待ってくれ、京次郎さん。よく来てくれやした。兄貴ほどの腕前なら犯罪も親分もきっと気に入ってくれると思いますぜ。さあ中に入ってくれ。親分の部屋は入ればわかるはずだからよ。来たね。うん、うん、血の匂いに誘われてここに来たんだろ。あんたはやっぱり私と同じ生き物なんだ。楽しみだね。これから天原がどんな地獄に変わっていくか、私も精一杯頑張らせてもらうよ。そして最後には、安心しな。まだその時期じゃない。私はあんたの味方さ。今はね。俺が高沼の半左衛門だ。どうしたい？とっとと座りな。それとも、この俺の首でも取りに来たか？それは面白い。はあ、面白いと来たか。京次郎から聞いた通りの男だな、おめえは。この女性だ。狂犬は何匹いてもいい。気に入ったぞ。さ、楽にしてくれ。話してやれ。いいか、今俺たちは奉行所の奴らと戦になりかけてる。もともと天原は俺たちが仕切っていた町だ。それがここ最近奉行所の奴らがやたらと動き出しやがってな。半端じゃねえ死人が出るありさまだ。奉行所といっても恐れることはない。要は最後にこの天原を誰が仕切るかってことだ。そうすればちょいと別の道からあいつらの首根っこを押さえつけることだってできる。それはこの俺に任せておけ。そのためには縄張りをきちんと守り広げなきゃいけねえ。いいか、仕事はたっぷりやる。報酬も弾んでやる。だからそれなりの働きをしてみてな。早速だが一つ使いを頼もうか。鹿の町に行って、霞って娘を連れてきてくれ。こいつは先代の一人娘でな。青戸組の後目の件で相談があるんだが、どういうわけか俺と会うのを固くなに拒んでやがる。うちの連中が行くと警戒するからな。お前ならちょうどいいだろう。もちろんこれは仕事だ。報酬は出すぜ。どうだ、引き受けてくれるか。いいだろう。よし、決まった。鼻っ柱の強い娘だからな。怪我させないように気をつけてくれ。何せ大事な先代のお嬢さんだからよ。
いいから来いってんだよ。親分がお待ちかねだぜ。そうだ。あんまりわがまま抜かすんじゃないぞ。あんたたち誰に向かって口聞いてるつもりなのさ。へっ、お嬢さん、霞お嬢さんってか。だからどうしたい。なんだって。えい、めんどくせえ。来いってんだこの甘。なんだ、俺たちの邪魔すんのか。いや、ではない。チッ、だったら黙ってな。いいからその小娘を引っ張ってけ。ほら、さっさと立ち上がれ。畜生、離せよ。どうも皆さん、こんにちは、かなぎあきらです。今の前ね、サムライト2の、アウトグリーンルートのね、世代交代をやっていきたいと思います。ということで、ごまかそうったって、そうはいかないよ。あの薬は何だい。タギの衆を食い物にするなんて、青戸組も落ちたもんだね。お嬢さん、もう先代の時代じゃないってことをあんたもそろそろ。先代ってどういうこと。まだお父っつぁんのもの最中だよ。跡目も何も決まっちゃいないはずさ。確かに形の上ではな。だが俺以外誰がこの国を治められる。あんたも早いとこ俺と祝言をあげた方が利口ってもんだぜ。誰がお前なんかと。人形を持ってなる青戸組さ、お前が組長じゃお父っつぁんも浮かばれないよ。みんなそうだろ。お前たち興味やれ。人形だ、人の道だじゃ組は晴れぬんだよ。分かったかい。情けない。なんだいあんたは。そいつは俺の触覚だ。京次郎によるとなかなか使えるやつだそうだ。おい、こちらは先代のお嬢さんの霞。お前の新しい用心棒に興味なんかないね。どきな。どきなって言ってるだろ。私を舐めるんじゃないよ。あんたも甘い汁を吸いに来たんだろうけど、堅気の人を手にかけたらこの私が許さないよ。分かったね。どうだ、無骨気が強いところが可愛いだろう。だがああいう舐めた真似ももうじきしまいだ。そん時はたっぷりと教え込んでやる。仕事だ。鹿の町に行って呉服屋の主人大高善次郎って野郎を切ってもらいたい。こいつが青戸組に諸払いを払わねえ不貞野郎でよ。そんな奴を野放しにしてたんじゃ他のもんに示しがつかねえってわけだ。どうだ、やるか。そうそうないことだ、引き受けよ。よし、いいか、人目につくのはまずい。やるのは夜だ。
日が暮れて奴が店じまいをして家路に着いたら後をつかろう。人気のないところでやるんだ。わかったな。あんた、青戸組の。何度来たって答えは一緒だぞ。わしはちゃんとお上に許可をもらって商売してるんだ。あんたたちに金を払う必要はない。ならして。なんだと。くそ、こんなところで殺されてたまるか。先生、お願いします。こんなこともあるかと思ってな、用心棒を雇っておいたんだよ。さ、先生、やっちまってくだせ。ボケ。やっ、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 ひー、た、助けてー。いいね、いいね、その剣のさえ最高だよ。あんたの剣には迷いがないね。善も悪もない、ただの人殺しの剣だ。もっとも侍ってのは本来そうあるべきだと私は思うよ。なんたって刀ってのは結局人斬り包丁なんだからね。ほんと、切り刻みたいぐらい私好みの男だよ。おい、西野って浪人を探して金を取り立ててくるって仕事があるんだが、やるか。こいつ自分で使った薬代も払わねえ不定野郎なんだがよ。よし、やろう。よし、取り立てる金額はきっちり30両だ。西野は昼間から鹿野町の居酒屋で酒を飲んでることが多いから、そのあたりを探してみろ。侍崩れでそこそこ腕も立つから、しくじるんじゃねえぞ。
青戸組め、また取り立てに来たのかよ。30両なんて大金払えるわけねえだろうが。ちくしょう、あれくれよなあ、あれくれってばやろう。てめえが、じゃあ、そのおい、死んじまうぞ。もうその辺でやめておけ。奉行の、やべえ。お前、半左衛門とこの新しい用心棒だな。いいか、ああいうのはな、生かさず殺さず絞り取れるだけ絞り取るんだ。やっちまったら元も子もないだろうが。わかったか。金を取り返るのは俺の仕事だ。これだから侍崩れの用心棒なんざ役に立たないって言うんだ。いいか、仇の衆からとことん絞り取った後のお余りがお前の懐に入るんだろうが、ダニはダニらしくしておけ。いいな。これからの天原はなかなか面白いことになるぞ。お前も少しは頭があるなら半左衛門に食らいついておくことだ。ヤスモの旦那かい。そんなに息切れって何の用だ。いい話だ。少なくとも100両のな。100両だと。また大層ふっかけるじゃないか。だがその価値はある。いいか、今天原祭りの巡視に奉行が一人で出かけていった。友も連れずにたった一人でだぞ。本当か。確かにそいつは100両でも惜しくはない情報だ。おい、京次郎。奉行か。面白そうだね。先生、あんたにも言ってもらおうか。奉行を切ってくれれば、あんたにも100両。どうだ。承知した。さすが私が見込んだ男だね。相手が奉行でも少しのためらいも見せない。よし。今夜、天原に血の雨を降らせてやろうじゃないか。あの男が消えたら天原はどうなるだろうね。殺戮と混沌が支配する。そりゃいい町になるだろうさ。誰にも邪魔させないよ。邪魔をするやつは、いや誰でも構わない。この場にいるやつは皆殺しにしちまいな。貴様は青戸組の
クロハイ、死んでもらうよ。お奉行、大丈夫ですか。お奉行、おのれ、高沼の差し金か。ヤクザどもの狙いはお奉行だ。お奉行をお守りしろ。奉行の命、俺がもらった。主のような男にやられるとは。やっぱりすごいわあんた。私以上に迷いのない剣だ。いつか本気でし合ってみたいね。やってくれたな、先生。これでもう怖いものはない。天原は俺のものだ。犯罪も覚悟しな。お、お嬢さん、何の真似だい。ちょいと老いたが過ぎるな。うるさい。仇の衆を巻き込んで奉行を暗殺するなんて、なんて下道だい。さすが親子だな。追い詰められた時の短歌は先代にそっくりだぞ。なんだって。まだわからないのか。先代をやったのはこの俺だ。お、お父っつぁんは。このご時世、やれ任侠だ人の道だでヤクザができるか。俺はな、この青戸組を守るために泣く泣く先代に死んでいただいたのよ。なんてこと。奉行がいない今、もうお前の利用価値もなくなった。どうだい、この俺の愛人にならないか。贅沢な暮らしをさせてやるぜ。この下道。おっとっと、先生、こいつのついでに頼む。ただし殺さないでくれよ。散々煮え湯を飲まされてきたんだ。やるのはたっぷりと可愛がってからにして。よし、回れておけ。畜生。どうだい、この姿可愛いもんじゃねえか。あとは煮て食おうが焼いて食おうが俺の勝手よ。奉行が死に、生意気な小娘も俺のもの。今日は最高の日だな。うわ、先生、ご苦労だったな。おかげで奉行を始末することができたぞ。まったくだ。奉行と共に武藤豪四郎まで始末できたのはお前、いや、お主の働きの賜物よ。敵に回さなくて本当によかった。これからも一つよろしく頼む。ああ、用心棒代はうんと弾ませてもらう。青戸組の客分ということで厚遇させてもらうぜ。この男といい、影沼の京次郎といい、手駒としてはこれ以上のものはないだろうな。犯罪もよ、まったくお前は運のいい男よ。うん、旦那、
これが俺の実力だ。だが青戸組はこんなところじゃ終わらん。ソナを足がかりにして、あのジロ町を超える日本一の大親分にのし上がってやるわ。ふん、そいつは頼もしい。俺もせいぜい甘い汁を吸わせてもらうとするか。ねえねえ、お話はそれぐらいにして、飲んで飲んで。さあ旦那もどうぞ。シラフで立ってるなんてやぼよ。もうあいつったらなんかうざい。まあ確かにな。だがまあ今は我慢をしておけ。もうじきだ。そういうことだ。奉行暗殺の犯人は俺が捕まえねばならん。これからの立身出世のためにはな。あんた結構面白かったよ。あんたが天原に来てくれたおかげで血がたっぷりと流れ、ここも少しは地獄に近くなったようだ。礼を言わなきゃね。けどこれからどうする？もう強い奴は残っちゃいないよ。命を削ってやり合う相手がいなきゃ退屈だろ。うん、退屈に決まっている。だってこの私がそうだからさ。心配しなくていいよ。最後にうんと面白くしてあげよう、あんたのためにさ。来たか先生。俺が天原の支配者になるためにどうしてもやってもらわなきゃいけねえ仕事がある。内容はまだ言えねえ。言えねえが段取りはしてあるからよ。すぐに鹿野町に行ってくれ。いいか、これは先生にしか頼めない仕事だ。どうあっても受けてもらうぞ。見つけたぞ、青戸組よ。お奉行を暗殺したのはお主だな。隠し立てしても無駄だ。すでに証拠は上がっておる。おのおの方、間違いない。俺は確かにこの目で見たんだ。奴が犯人でござる。お奉行の仇、ここで成敗してくれる。おおとなしくせい。待ってくれ。悪かった、俺が悪かった。お主がこんなに強いとは思わなかったんだ。その腕ならやれる。犯罪者を倒して俺とお主で天原を支配することも夢ではない。どうだ、俺と組もう。一緒にとことん甘い汁を吸ってやろうではないか。これもまた強化。そうか。お主と俺とが組めば怖いものなどない。なーに、安左衛門など大物ぶってはいるが、所詮力と餌で親分の座を守っているに過ぎん。今や子分どもは皆お主に心酔している。
あとは俺がいいように段取りをつけよう。天原を。いや、この日本を手に入れようぞ。あんたのことを思うと体がうずいてね、たまらなくなってこうして忍んできたってわけさ。安心しな、別に艶っぽい話じゃない、わかってるだろ。親分はね、あんたが邪魔になったのさ。このままだと自分がやったように青戸組を乗っ取られると思っている。だから私はあんたを殺さなきゃいけない。あんたの返り血をたっぷりと浴びるのはさぞかし気持ちがいいだろうね。さあ、美しい地獄を見せておくれ。楽しもうよ。いやー！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 と、いやー！いやー！ほらほら、どうしたのさ。そんな腕で私を生かせられるとでも思ってるのかい。ま、待ってくれ、刀を引いてくれ、京次郎。親分。なんだよあんた、お楽しみの邪魔をするんじゃないよ。死ぬかい。おい、お前の渇きはこの程度の切り合いで癒されるのか。なんだって。これから血で血を洗う祭りが始まるぞ。その祭りを盛り上げるためには京次郎、お前の力が必要だ。この新しい親分と俺と共に屍の上に城を築こうじゃないか。闇の覇王の城をな。何やら面白そうだね。話を聞かせてもらおうじゃないの。あんたらを切るのはそれからにしよう。おう、実は俺はこのお方。行っちゃえばいい。はっ！やあ！やあ！やりゃあ！とっ！とっ！やあ！やあ！やあ！ふぅ！はっ！とっ！やあ！とっ！やあ！ふぅ！とっ！やあ！この天原は名実ともにこの俺高沼の半左衛門が支配する町となった。
そこで俺は青戸組の組長の座を先代より引き継ぎ、さらなる勢力拡大を目指すつもりだ。ついては古墳のお前たちとも改めて誓いの杯を取り交わし、結束を固めたい。いやー、めでたいめでたい。奉行所も俺の支配下にあるし、これで怖いものは何もない。なあ、犯罪も。親分と呼んでもらいたいな。安野さんよ、けじめってもんがあるぜ。いや、そうだったな、親分。ところで、一番の功労者はどうした？あの浪人の姿が見えないようだが。あの野郎は、俺を裏切りやがった。なんだって？だから、京次郎に始末をさせた。これからは、誰でも組を裏切る奴には死んでもらう。わかったな、お前たち。どうした、京次郎？何がおかしい？裏切り者にはしよう。それが親分の方針ってわけだね。ああ、それがどうした？じゃあ死ぬのはあんただね。なんだと？聞いた通りだよ、親分。いや、犯罪も。今日はめでたい襲名式。だが、それはあんたのじゃない。てめえ、やつの！どういうことだ？こういうことだ。親分、どうぞ。また出たな。お前は死んだはずじゃ。おめでとうございます、親分。なんだ、一体全体お前らどうしちまったんだ。どうもこうもないぜ。最も力のある者が天原を抑えるのが道理、そうあんた自身が言ってたでしょうが。そうそう、だから先代の親分をやっちまったんでしょ。そもそもの裏切り者はあんただ。なんだと。ま、そういうわけだ。新しい山原の支配者はこちらの方だと皆の意見が一致したのさ。そうそう、あんたよりこの先ずっと面白くしてくれそうだからね。だからそんなこと俺は認めねえ。俺に任せろ。さすが天原の、いや日本一の親分となるだろうお方だ。これからも私たちの前にはこんな美しい血の海が広がることだろうよ。楽しみだね。親分、おめでとうございます。ねえあんた、ここにやってきた親分連中を 2,3 人切ってきてもいいかい？どうにもこうにも体がうずいてしょうがないんだよ。こうして裏の世界に君臨するべく一人の男の戦いが始まった。騒乱の時代の中、己の欲望にのみ忠実であろうとする者たちこそが、あるいは真に純粋であるのかもしれない。たとえそれが
無数の屍とおびただしい血によって塗り固められた道を歩むことであったとしても、世代交代を終わりたいと思います。それでは皆さん、またね。